どうも、愛知です。あ、やべ、間違った。OK。はい、ということで、改めまして、どうも、愛知です。明るくなりましたよね。昨日のテスト対策の動画から初めて変えたんですけど、自分の勉強動画って画面がずっと暗かったと思うんですよ。で、それをビデオの設定で明るくできることに、昨日気づきました。もう本当にオツだよね。本当にオツだと思う。で、まあそれで変えて、まだこう調整しながらなので、ちょっと明るすぎるとか、ちょっとまだ暗いかなとかいろいろなんかあると思うんですけど、これからは勉強動画、そしてこう顔出しで喋る動画も、少し画面が明るく、見れると思いますので、本当に今まですみませんでした。まあ暗いってずっと言われてて、で、ちょっとだけ言い訳させてもらうと、自分、YouTube の活動5年半ぐらいやってて、その間に2回引っ越しをしたんですね。で、一番最初の家で撮った時に、今のビデオから2台目なんですけど、初代のビデオでやった時に、その、暗いから、ビデオの設定でできるよっての言われて、やったんですよ。やったんですけど、すごいうまくいかなくて、それが。で、ネットで調べたら、その撮る場所、例えば部屋の光量、光の量がある程度いってないと、そのカメラの、なんだろう、明るさのバランスだとうまくいかないらしくって、もうその状態だったんですよね。で、その時に、あ、もうビデオでやってもダメなんだと。明るくするにはライトしかないんだと思って、ライトも一回買ったんですけど、うまく当てらんなくって、ホワイトボードが反射しちゃうんですよね。で、あ、ダメだなと思って、あ、まあ、いいかっていう風に経って5年4ヶ月、5年半ぐらい。で、昨日ですね、この前 Google の方とちょっと打ち合わせをした時に、やっぱりその画面の暗さのことを言われて、じゃあもうライトちょっといいのを買おうと。前すぐちょっと安いの買っちゃったんで。で、買おうと思って Amazon 探してたんですよ。ね、カチャカチャやってて。で、その時に、まあ、どのライトがいいんだろうなぁ。ちょっと検索してみようと思って、なんか撮影、ライトおすすめとか、明るくしたいとか、いろいろこう調べてたら、こうなんかサイトでね、そのビデオの設定でまずできますと。あ、そういえばこの新しいビデオでやってないじゃん。やってみようって言った結果がこれです。できんじゃんと思って、もう昨日はいろんな意味でいろんな感情をふつふつと覚えてましたけど、本当にすいませんでした。今までね、こう画面を、パソコンの画面明るくしてくれたりとか、多分ね、あと、スマホのね、明るさを明るくしてくれたりとかして見てくれたと思うんですよ。で、これからもね、ちょっと違和感ある明るさの時はあると思うんですけど、今までよりは見やすくなると思いますので、すいません。で、今までのもね、撮り直したい気持ちはすげえあるんですけど、今自分のこの動画、このチャンネル、2400本ぐらい動画があるんですね。絶対無理なんですよ、撮り直し全部。そう。だって1日1本撮っても7年ぐらいかかるんでしょ、きっと。はい、という感じなので、まあ、2012年、だから1年目に撮ってた勉強動画とかは、もう板書もあんまり綺麗じゃないので、来年あたりは撮り直しやっていきたいなと思ってるんですね。だからその時にはもちろん明るい画面には変えていくんですけど、ひとまず今までの動画はちょっとこのままで行かせてください。明るかったり暗かったりになってしまうと思うんですけど、見てるときにね、申し訳ないんですが、ご理解いただけるようよろしくお願いします。そして改めてですけど、本当にすいませんでした。もう見にくくてね、申し訳なかったんですけど、こんなね、こんなグダグダなんですけど、これからもどうぞよろしくお願いします。という、お詫びをお伝えしたく撮らせていただきました。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。